本日はある人男の美学新規話大会いこぼろの生中継ご覧いただき誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点により本大会を無観客試合として行うことを約1ヶ月前に決めました。今この時間も内部で目の前の観客ファンの皆様に話さないことに事態の重大さを感じています。プロレス格闘技だけではなく生で同じ空気を体感共有してもらうエンターテインメント、そのすべてが今世界中で小さく息をしなければいけない状態になっています。やめることも正解ですし続けることもまた正解だと思いますが、ハードヒットはたくさんの企業そして個人の方からスポンサードをしていただき生中継で戦いを届けることで生きるやり方を選びました。果たしてそれが正解かどうかは今もって分かりません。しかし結果としてたくさんのスポンサーの方々が集まっていただき人を殴り関節を決め投げることで生きていく人間が一人もハードヒットから消えなかったことは僕は正解だと思っています。極論を言えば人は栄養をとって寝ていれば死ぬまで生きることができます。なのに我々はまだ言語が発達しない、してない時代から火を囲み声を上げ踊り木を叩き生活してきました。服に柄があるように料理味がつくように残り30秒残り30秒我々もまた不要不急と言われているジャンプの一つでありますが生活に生きるために欠かせないジャンプだったことを痛感しています。メガワークは今回の騒動で一つでも人生を彩るエンターテインメントが生き残ることを日本という力
サブリン年4回しかやらない小さな工業の城のルースとして心から願うともにこの工業を行う心まで導いていただいた全ての方に感謝を伝えてもらいます。本当にありがとうございます。自分たちが必要であるという主張は発しましたが、本当に必要であるかどうかは今日このリンクの上で試合をして初めて判断されるものだと思っています。全試合この困難な状況ですが、打ち破って画面の向こうに何かを伝える戦いをしてくれると思っています。正座してみるもよし、寝転がってみるもよし、とにかく手洗いうがいだけは忘れずに楽しんでいってください。以上です。ありがとうございました。次回はハードヒットルールでオファーお待ちしています。